いよいよですね、6月に富士山ゴルフ、鈴鹿芝、白子の方にですね、スタジオキューブがオープンしますにあたって新規スタッフを募集したいと思っております。男女は問いません。年齢はですね、27歳ぐらいまでで、具体的に言うと富士山メソッドじゃないですけど、習ってですね、こう体得してレッスンをしてみたいよっていう方、まあ、できればまあゴルフ経験者っていうのがありがたいんですけど、できればというか、もうここはゴルフ経験者ですね。そういう気持ちのある方はですね、概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひちょっとお話を伺わせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは、富士山ゴルフです。またこの紙、今日はあの青いやつじゃなくて、この弟が書いた赤いのを使います。またこっちへ戻ります。今日はですね、前回までは右手やりましたよね。右手で、あと残っとるのは何手何手で残っとるのは右手で残っとるのは右手右手左手、うん、終わったよ。次左手なの。あ、左手右打ちの人は大体右利きじゃん。はい、だからまあその右手からね、うん、入ろうかなと思って、その利き腕の方ね、あのイメージから、はい、うん、で、ちょっと俺くれぐれもにあの気をつけていただきたいのは、うん、とにかくもうほとんどの人がね、こういう癖がついとるはずないの。うんうんうん、うん、はい、これやった瞬間もう本当に全部話がごわさになってまうので、うん、そこはもうガチッと下半身だけ本当に、はい、本当に使わない、もうガチッと固めたイメージで、はい、今までの流れのことはこうやってやってほしいよね。スタンスは別に狭くてもいいけど、はい、とにかくいたずらに、うん、もうね、癖が要するにこう腰を回すとか下半身を使うとか体を回すっていう癖がついてる人は、うん、ついついやっちゃうから、うん、腕の動きを磨いてるときはとにかく特に下半身、うん、絶対に動かさんっていうその気合のもとで、うんうん、やってください、はい、で今日はまた前回と同じようにですけど、自分の前にこうやって置いていただいて、で今日はもう左手ね、はい、左手もこう、こういう、これ今映ってる、うん、はい、映ってます、見えてる、はい、こういうのでこう、こうやってイメージしがちやね、こうやって、はい、うん、でも左手も、うん、厳密にガチでちゃんとやるとカモメですよ、うん、うん、で、じゃあ右手がカモメで、左手も、そうそうそう、カモメに近い、ね、そう、左手もカモメ、まずは左手はこのカモメで、はい、本当に左手もカモメなのかなっていうので、こうやってこう、そうするとすごい腕を回さなきゃいかんじゃんっていう、でも単純に大事なのはね、はい、この、うん、この、うん、この目の前に描いたラインで手をこうやって返すことも十分できるのよ、うん、でもこれは本当に左手をこのガイドラインで動かしてしまうと本当に頭突っ込むのよ。あるいはもうローテーションが使えずに、はい、こういう風にやります、はいはいはい、でこれは打てるよ、うん、なんでかっていうと、そもそもこの中で何をやってるかと、俺はやれ、単純にこうやってるんじゃなくて、実はこうやってるのね、うん、こうやってるのね、うん、左手をこのカモメで、はい、うん、もう一発だったらシャンクする、うん、そう、もうそれぐらい体が回すっていうのは腕の動きに悪影響を及ぼすので、うん、一発腰動かして打つだけでもう誰ですら誰ですらシャンクです。
そうだからしっかり左手も大きく振らなくていい、本当に大きく振らなくていいから、はい、最初やっぱり手の力なかなかね、うん、特に左手なんていうのはほとんどの方が右利きやと思う、うん、はい、普段から左手を使うっていうその習慣がないじゃんね、うん、だから小さいスイングでいいからこうやって、はい、うん、このカモメをなぞってもらおうとすると、これ分かると思うけど、もう見た目にこうこれ、うん、もうこっち向いてんじゃん、うんうん、向いてる、だから体は回さないでねっていう、腕の動きを鍛えるときは、うん、体を回すのはやめてくださいねって言ってんの。そうじゃないといつまでたってもドローボールを打つべくして打てる腕の動きっていうのが身についてこないから、うん、やって左手で、はい、はい、難しいよねこれほんまに書かれるとやりにくいな、うん、やりにくいなこのようにこのようになってしまうやな、もうあと目つぶったろか、うん、うわ、うん、だからでも紙持ったけどよっぽど振りやすく感じるよね、うん、そうだから体が覚えるってそういうことやから、あでもそもそも体ってなかなか覚えられへんから、うん、ほとんどのアマチュアの人は視覚に頼るわけよ、うん、でもどうせ視覚に頼るんやったらこういうガイドラインで練習してくださいってことすごくいいんだよ、うん、難しい、分かった、そう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 ですね、うん、胸が右向いているときに左手は振っていかないと、はい、このガイドラインで振れない、はい、はい、この前背中で打つようにって言ってくれたよあれ、うん、そうやな、だからさっきのことはそういうことや、そういうことやな、うん、なんかこっち向けといてねって、うん、そうそうそう、背中言うわこっちの、うん、よし先輩にこんにちはしてると、うん、そうカモメで私に教えとったんで、何が私に教えてきたんで分かっとるわちょっとぐらいちょっとそうまあ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 分かってんあんぽんって結局ねそうなの、打てる人が自分がなんで打てるかっていうの分かってないのよ分からへんもん、で置かれると気持ち悪くなるいやね、そうもう自分の中のがあるやんか、そうそうそう、で視覚に入れそういうのが目には入れてないやん、そのね、そうそうそう、でも切り口俺なんかはさ、うん、こんなわけないやんせせそうやそうそうやわな、そうこれはこんなわけなくないよ、うん、わかるよ、実際もう一回言うけど、うん、こうやって練習してるときはこんなわけあるから側屈、うんうん、を練習してる、そう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 、胸を立て替えても練習してるときはこんなわけあるけど、そういうクラブの動き方をする、そう、胸のこの縦回転なんていうのは、はい、まあそんなもう本当に何の抵抗もなくみんなスッと入るから当たり前でしょっていうようにでもさ、うん、ゴルフやり始めた人も、うん、もうそっちから入ってた方がいい、そのそのそのカモメから入ってくる、カモメからも入ってた方がいいの、なんでかというと、うん、基礎ゴルフ始めた人っていうのはまず当たらへんかったらモチベーションだだ下がり、あそうすると手使わないで体を回してこうやってやりましょう、うん、その次にカモメの話に入らないからそれ以上でもそれ以下でもなく一生が終わる、ああそういうことね、そう、そこからのステップが気づかないというか、わからないというか、う教え方もわからへん、ね、自分がどこ一緒にかって、そうそうそう、どうやってるかわからへん、わからへん、そう、どうやってそれを伝えたらいいのだろう、うん、しかもそれを視覚に、本人の視覚に訴えて、うん、こんなことをイメージしてくださいっていうのは、はい、なかなかないかなと思って、だってこのシャンプーを着るか着る感じの人ぐらいからそれは入ってた方がいい、100、100ギリ、いや、100ギリどころじゃない、これは、うん、不調に悩んでいるプロゴルファーもこれはやれ、でも私100
区切りを目指すときにこれを教えてもらったら切れるようになそうやな、そうでしょうか。じゃあでも本当にそうやで、ドローを打てるようになったら100切れるようになった、うん、そうだそう、みんなペラ取った時は分かんだな。ああそう、そりゃそうや、そうそりゃそうや、ええこと言うやん、うん、ドローがそう打てるようになったら、うん、100がこう切れるっていうのが近づいたし、切れたよね、実際飛ぶし、なんかそれはもうちょっとこう声を張っている。なんかそのお互いの。ほんまやね。じゃあごめんごめん。もういらんいらんいらん。じゃあ音取ったかな思って。100切りを目指す人は、うん、これはすごい有効な練習なんじゃないかなと思う。そう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 。それを一発目に掘り込んでいけ。まあ本当ね。そうなのね。で、そうやな、そういう意味ではこれ分からへんかったらやっぱり100なんか夢また夢なんかな。そう、それとね、うん、それとアプローチが止まるんや、なんかじゃんけど、こっちの、ね、次言おうとしてそれはあんまり言わんといて今ねもうさ、はい、ごめんなさいでも、そうやろ、うん、そう、ジーヤンが止まるよ、アプローチまで言おうなんですよ、ね、そう、止まんねえ、そう、びっくりするで、ドローボールって世の常識で言ったら、うん、フェードは止まるけどドローは止まりませんよねみたいな、違う、そう、ドローボール打てるようになった人はアプローチも止められるんだ、うん、そうもう本当にね、なんかね、これもうやってるそばから、うん、なんかもうここまでやってしまったな、もうないっぱいあるな、うんうん、まだもうちょっとネタですよね、まあ、ネタやけどごめんやけど、もう俺はさ、もう自分の商売の手の内をもうダラダラにしてるからもう自慢じゃないが本当になんて言うたらいいのかな、こう自分の首を今締めてる気分マジで何やったらそのね、この新規スタッフ募集とか言うときながら、うん、もうそのあっちこっちで、うん、わけのわからんスタッフ誕生しろやろぐらい、ああ、そうやな、他のこと、そうやな、他の言い方に変えて新しい言い方で変えてくるバージョンも出てくるよな、うん、カモメとか言わへんかもな、そう何やったら VG とかもそんなのみたいな、そんなんなしやわみたいな、もうそれとかカモメとかトンビとか V 字とかもう言い出したらもう全部うちのパクリはもたるからな、俺レッな、レテンを書きなさいとか、ああもうなんかね、もうそんなネチャネチャと違って、うん、それこそ本当はさ、これあのこれはね、うん、あのあれよ、もう先言葉出てもね、まあええわ、もう言ってて本当にこれはこうネチャネチャ言ってるけど、これは本当にスピレーションなの。スピレーション。そう。ネチャネチャの動きはスピレーションだけど。トイレ行った後に手ハンカチなかったで。ああそうや。やってみたいな。そう。そんなことそんなこと言い出すよな。でそれできたらこうカモムービーしてパンパンってこうもう先こうウィーンって乾くのも嫌やな。トイレでやってもう手濡れとるけど、あちょうどええわ。ここにビーしか。でかいでたみたいな、全然ネチャネチャちゃうやんみたいなネチャネチャの話が長い、そうやね、はい、すみません、まあ、でも今日はほんま左手が言いたかったからネチャネチャどうでもいいけど胸は本当に右向いたまま、はい、うん、右に胸を向いたままで左手でこの目を描いていただくと、はい、あっさり当たりますよ、それがドローボールの打てる左手の使い方です、ということでこの辺でありがとうございました。だから最後言わして完成なあ、もう、もう言ってもてえでっていう、そう、もうね、オリジナル、君、あなたのオリジナルはいらない、うん、もう、とにかく、うん、日本全国、うん、悩めるゴルファーは、うん、富士山ゴルフについてきなさいっていうそう、だからこそ、うん、あえて俺はドローやで、うん、ドローなんだから、基本は、っていうことで、はい、もういいでもな、ドモロボールの練習してね、ドモロボールだ、ドモロボール、うん。
車から落ち着けるとすんねん。それが本当のことやん。そうやね、そう、まあ、そういう海の苦しみも待ってますよっていう、はい、そういう締めでよろしいですか。はい、はい、本当に終わります。ありがとうございました。